ハロハロクッキー。眠眠だ。クッキー君、今日外さ、34度もあるよ。キッキンレッツだよ。伸びちゃってる。クッキー、じゃあさ、冷えるやつ持ってきたよ。ほら、なにこれ、食べれる？冷たいよ。冷たい。冷たい。そこからね、冷たいやつ。うん。ふりた、ペロペロするんだったらこれ。じゃん。氷。氷持ってきた。ペロペロする。かっこいいよ。まあ、そう、まあ、そう。あ、大丈夫、大丈夫。ゆっくり食べるんだよ。冷たすぎるわ。あれ大丈夫？避難してる、避難。ここに座っちゃった。大丈夫か？どうだった？ごめんね。時びっくりしちゃったか？氷思ったより冷たいよ。かけさ、赤ちゃん34週の時さ、妊婦検査ってさかごって言われちゃったの。知ってる？ここ知ってる。ここ分かってたの？さかご。うん、だってね、うん、さっちゃんすごい落ち込んでたしね、うん、それにその日すぐ帰ってからさかご体操してたもん。見てたの？そのさかご体操見てたよ。リビングでヨガマットを敷いてね、それでブリッジをやってた。で、なんかさ、あのお腹にさ、冷たいさ、このさ、これこのクールアイスさ、さっちゃんのお腹にくっつけてたよね、こういう風に、このね。うん、それでね、ひーちゃんが回転すればいいと思ってね、当ててたんだよ。でもなんでこれ当てると回転するのか知ってんの？これ、これはさ、暖かいところがいいから冷たいのは嫌うんだよ。え、僕知ってる。それでさ、あの35週の検診にさ、昨日行ってきたんだよ。うん。そしたらね、ひゅーちゃんね、回転してね、元に戻ってたの。ちゃんと頭が下に来てるんでしょ。あのさ、ひゅーちゃん回れってさ、言っててくれたんだよね。そうしないとね、ママは帝王切開することになっちゃうから。そうだよね、お腹切んないといけなくなっちゃうね。うん。そしたらクータンもさ、抱っこできなくなっちゃうね。そうだよ、ママのお腹に僕乗れなくなっちゃうよ。クータン、なんかお腹がゴロゴロいってるけど。さっきの氷が消えちゃったか。朝ごはん食べてないからだろ。夏バテで食欲がないんだ。朝ごはん食べてなかったっけ？うん、残した。お腹は空いてるんだけど食欲がないんだ。夏バテ決定。じゃあクーダンさ、昼間さ、ちょっと涼しいところで休んでさ、夜はちゃんとさ、ね、ご飯食べるんだよ。ささみ、ささみ入れるからね、ささみ丼にするからね。誰が入れると思ってるの？さっちゃんだよ。パパは何もしないでしょ。目つき鋭いな。じゃあクキ君、視聴者の皆さんに一言お願いね。
聴取の皆さん、僕はお腹がちょっとゴロゴロしてますが、でも元気だよ。皆さんも夏バテには気をつけて、水分と塩分をとっていい日をお過ごしくださいね。それでは、あいちゃん。